現在ですね深夜2時、まだ12時間かかりますけども、だいぶですね揺れます。はい、もうなんだろう、さっきまでまっすぐ立てられないぐらいでしたね。まあ、僕は船酔い自体はですねしないんですけど、船酔いはしないんですけどね、船酔いはしないけど船っしーが好きなんですよ。なんかちょっと困っちゃって、よいしょ、頭が痛い、酔わないけど、でね、お酒は今日飲んでないです。珍しい、お酒飲まないの。健康になれそうだ。眠るのはいくらでもできるんで、お風呂でも入ろうかなと思ったらですね、揺れのせいで風呂閉鎖、これはちょっと辛いな、早めに入っときゃよかった。皆さんね、あれです、船乗ったらすぐ風呂入りましょう。沖に出るとですね、こうやって風呂閉鎖になることがありますからね。もう風呂入りたいよ。あとあれです、荷物がちょっとあれやこれや持ちすぎて歯ブラシ忘れましたね。歯ブラシを詰めなかった。だから何にもできない今。汚いな俺、本当に。着いたらとりあえず歯を磨きます。ホテルに着いたらね、そんな感じです。はい、ほんと誰もいないですね。閑散としてる。ほら誰もいないね。お友達と一緒だったら楽しいかなって思うけど、あと寝室が寝台フェリーっていうのかな、北海道行くやつみたいにですね、雑魚寝じゃないんですよ。ちゃんと2段ベッドでプライバシーが保たれるので、一人旅にもいいんじゃないかなと思います。はい、あでももうちょっとじゃあ寝ます。じゃあまた失礼します。